うりゃ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 。
おや？ご主人様を観客に模擬戦でもしているのか？お前たち。いつから見てたのだ？アイシャもちょっと気を使うのだ。知らん。模擬戦とは戦いを模すと書く。実戦の最中でお前はいちいち気を抜くのか？正たるもの、雨が降ろうが地が揺れようが敵を撃つまでは気を抜くな。もうアイシャはガミガミうるさいのだ。うるさいだと？そうだバカ。もう何も言わん。黙って見てるのだ。今の一本はしょうがないから水にあげるけど、10本勝負のまだ3本目なのだ。
お兄ちゃんも見ててね。これから7本全部取るのだ。バカ言え、逆だ。ケチョンケチョンにしてやる。ビンビンでいいんだもんね。こっちが水をケチョンケチョンなのだ。私が7本取って実力の差を見せつけてやる。何も言わないんじゃなかったのか。ほら、早く矛を拾ってこいよ、リンリン。続けるぞ。では、4本目どうぞ。水はリンリンの動きを追い切れなくなってきているようですね。リンリンに肩入れしてる。水はやはり馬上の将。10本勝負では分が悪い。惚れ惚れする槽術も馬から降りてしまえば型は限られるというもの。あれの目を侮るべきではなかったな。見ろ、みんな覚えてしまったようだ。その点、リンリンは。肩などというものは持たぬ。あれはそう、雰囲気で戦っている。雰囲
生きり？ただし、実践と悪なき鍛錬で磨き上げたな。悪い、お姉様。そう言ってやるな。紙一重の戦いだった。紙一重でも何でも勝ちなのだ。わかったよ、ダメだ、負け。2勝3敗5分けでこの差かよ。たった一本の差で天国と地獄だね、お姉様。うっせ、いじけてる、かっこ悪い。強いのだ。あいつおかしいんだよ。いきなり蹴りとか頭突きとか打ってくるし。タンポポたちの流儀にはない戦いだね。もなかなか目があるな。そうそう、リンリンのはチンピラの槍だ。チンピラじゃないのだ。リンリンがチンピラなら、スイはお猿なのだ。だったらお前が猿だ、チビザルめ。
そんなの当たり前だ。もう一回やったら勝つし。にゃりょー、切磋琢磨か。だそうだからまた今度な。私が勝つけど。何回やってもリリンが勝つのだ。いずれ劣らぬ武芸を競い、ご主人様より頼りにするとのお言葉まで。これぞまさに武人の誉れ。見ているだけでも退屈だ。二人が休憩するのなら、タンポポ。槍を取れ。なんで？武人が槍を取れと言われて理由を問うな、バカ者め。そのダジャクな少年を叩き直してやる。勝負だ。勝負って、私と無茶だよ。お姉様からだって一本も取ったことないのに。私がアイシャより劣ってるような言い方すんな。でもだって、いいじゃん、やれよ。殺されやしないだろうし、たまに他のやつとやると面白いぞ。何の武器を使おうと大して変わらないだろうけど。清涼魂見せてやれ、タンポポ。勝っちゃってもいいんだぞ。気が抜けるチャチャを入れるな。それじゃあリンリンが審判やってあげる。よろしくお願いします。
なんだよタンポポ、やられ役かお前は。やられ役じゃないです。ご主人様？武人が自らの武を磨くのは当たり前のことです。投げない。かしこまりました。未熟の身ですが、ご主人様のご信頼を励みに一層精進してまいります。何号か持った時もあったな。なんだかんだと言いながらもうちょっとやれると思ってたのに。タンポポは弱すぎなのだ。ゴリラの群れに放り込まれた気分。そうだ。ミミがちょっと鍛えてやるのだ。やろう、タンポポ。私だとついつい甘さが出ちゃうからな。やれよタンポポ、いい鍛錬になるぞ。止めてよお姉様。なーに、リンリンよりちょっと強い私といつも鍛錬してるんだ。10本もやれば1本くらい取れるって。おー、